チャンスあるよ阪神は25日、甲子園で全体練習を行った。23日の巨人戦、甲子園、での敗戦後に無言だった岡田章信監督、66は約25分間にわたって取材に応じ、逆転 VA、わからへんやん、と語気を強めた。ナイターで巨人が d n a に敗れ、1・5ゲーム差に最接近。今後は佐藤輝明内野手、25。 にはバント要員の代打を送る采配も示唆し、球団史上初のリーグ連覇へ手を尽くす。写真しんどいは、ベンチでパインアメを食べる阪神、岡田明信監督。厳しい状況には変わりない。それでも、まだ連覇への道のりが途切れたわけではない。可能性がある限り、諦めるわけがない。厳しい決断も下す。約25分の取材で 岡田監督は逆転優勝への条件を解き続けた。球団し、90年近くで、連覇をやったことあるんか。そんな例はないわけやろ。それに挑戦してるんやで、俺らは、なんで、報道陣は前向きに言われへんのかな。ここまで来てさ、まだチャンスがあるわけやからさ。23日までの巨人との直接対決2連戦を1勝1敗で終え、 宿敵の優勝へのマジックナンバーは4となった。24日の休日を挟んで迎えたこの日の全体練習。グラウンドで、一塁ベンチで、指揮官はナインの動きをじっと見つめた。サングラスの奥の目は燃えていた。一つも落とせないゲームが続く中、改めて選手に伝えたいことがあった。もう技術じゃないやん、打ち方じゃないやん。状況や状況況ややのバッティングや それができるかできないかで点が入るか入れへんかわかるっていうことやんか。一人でもそんなん、状況に応じた打撃ができない選手が、おったらあかんわ。状況に応じた打撃を心がけろ。象徴的なシーンがあった。23日の巨人戦、甲子園、0対1で迎えた6回虫二塁の好撃。佐藤輝は走者を進めることすらできない浅い中飛に倒れた。 完璧に失敗したよ。進類だのサイン出したらよかったと思った。でも、もうここに来たらわかるやろ思ったけどな。まだわかってなかったな。あれで終わりよ。自らの采配を悔やみ、厳しい決断を下すことも決めた。バント用意生かす。熊谷か誰か生かしてワンアウトサード。一死三塁を作るよ。